皆さん、こんにちは。ここ数年で鈴村健一さんと坂本真綾さん、小野賢章さんと花澤香菜さん、梶裕貴さんと竹田津彩奈さんといった声優同士の結婚が数多く発表されました。同業者同士で結婚することも珍しくない声優業界、特に近年では有名声優同士の結婚報告がいくつも話題になりました。中には同じ作品で声を当てていたり、作品内でも恋仲になっていたりするカップルも。今回はそんな声優同士で共演し結婚した声優15選をご紹介します。一組目は山寺宏一さん&田中理恵さんです。共演作品は劇場アニメルパン三世 vs 名探偵コナンザ・ムービーの銭形警部役、三池苗子役。テレビアニメ宇宙戦艦ヤマト2199のアベルト・デスラー役、山本明役など多数あります。田中理恵さんは1979年生まれですので、山寺さんとは実に18歳差での結婚でした。なかなかない年齢差でのご結婚だと思います。お二人の出会いは現場での共演ではなく、友人を介して食事をした際に知り合ったそうです。てっきり声優さん同士で共演したことから仲良くなったのだと思っていたのですが、違ったようです。ただ友人というのも声優さんかもしれないので、そういった意味では声優さん同士のつながりから始まった縁だったのかもしれません。そんなお二人ですが、2018年に約6年間の結婚生活に終止符を打ちました。離婚の原因ははっきりとは言われていませんが、描く将来が異なったため別れる道を選んだというふうに語られています。2組目は梶裕貴さん&竹田津彩奈さんです。共演作品はハイスクール DD の兵道一世役、東条子猫役やポケットモンスターベストウィッシュのバージル役、勝負役など多数あります。竹田津彩奈さんと梶裕貴さんは2019年6月23日にご結婚をされています。この日は竹田津彩奈さんの30歳の誕生日だったことから、二重におめでたい日となり、ファンにとっても喜ばしい日となりました。竹田津彩奈さんと梶裕貴さんの馴れ初めについては公に語っていることはありませんが、声優として活動する中で過去から何度も共演をされています。共演していく中で知り合い、交際、結婚に至ったものと思われます。最初の共演は2007年2月に発売した PS2 のソウルクレードル、世界を喰らうものと言われています。ソウルクレードルは竹田津彩奈さんの声優デビュー作となりますので、さすがにそこで交際になったとは考えにくいかと思われます。その後2011年ギルティクラウン、2012年ハイスクール DD シリーズ、2018年ポプテピピック、2019年ファンタジーライフオンラインなど多くの作品で共演をされています。交際については2017年6月頃からと言われており、限られた身内と仕事関係者にのみ打ち明けていたそうです。梶裕貴さんが猛アタックをして交際に至りましたが、竹田津彩奈さんは梶裕貴さんの女癖の悪さから周囲に反対されていたとか。このあたりはどこまでが本当かは怪しいので真実は分かりません。結婚後も仲良し夫婦として声優で活動されており、2022年6月30日に双方の SNS で第一子妊娠の報告をされています。3組目は小野賢章さん&花澤香菜さんです。共演作は純潔のマリアのエゼキエル役、ジョセフ役やマギの蓮光玉役、蓮白龍役、文豪ストレイドッグスの芥川龍之介役、ルーシー・モード・モンゴメリ役、プリンス・オブ・ストライドの小日向穂積役、桜井奈々役など多数あります。マギは同名漫画を原作としたアニメで、千夜一夜物語をモチーフとした原作は平成25年度に第59回小学館漫画賞の少年向け部門を受賞しました。小野さんと花澤さんは2020年に結婚を報告。2012年から放送されていたマギで
お二人は同じ皇帝国の皇族を演じています。2017年にはニコニコ生放送内有料チャンネル文春砲ライブで交際が報じられました。しかしその後お互いが公式に真剣交際を発表。約3年間の時を経て結婚へと至りました。2020年1月には結婚発表前にお二人がうちたまうちの玉知りませんかで共演し話題となりました。ラジオ番組花澤香菜の一人でできるかなでは花澤さんがああ私大事にされてるなっていう瞬間があったと結婚の決め手を告白。双方のファンからも結婚を祝福された仲良しカップルです。4組目は鈴村健一さん&坂本真綾さんです。共演作品は結界戦線&ビヨンドのザメドル役、ルシアナ・エステベスー役、キャプテン・アースのアマラ役、モコ役など多数あります。機動戦士ガンダムシリーズのアニメ作品である機動戦士ガンダムシード・デスティでは主人公の新アスカを鈴村健一さんが演じ、その恋人であるルナ・マリア・ホークを坂本真綾さんが演じました。鈴村さんと坂本さんは2011年にご結婚されました。2004年から放送されていた本作でお二人の演じる新とルナ・マリアは恋仲になります。作中では新とルナ・マリアのキスシーンもあり、坂本さんは当時恥ずかしくて鈴村さんの方を見られなかったという噂も。本作での共演後もオーラン高校ホスト部や劇場版空の教会とお二人の共演は続き、劇場版空の教会では夫婦役を演じました。仲の良いお二人はおしどり夫婦と呼ばれており、ゲームスーパーロボット対戦 UX のルナ・マリアのセリフには坂本さんの結婚報告のコメントを模したものまであります。最近でも鈴村さんはゴジラ SP、 坂本さんは映画ゴジラ VS コングと夫婦でゴジラ関連作品に出演され、公私ともに息の合った様子を見せています。5組目は沖合龍太郎さん&前田愛さんです。共演作品はぬらりひょんの孫のコレフサ役、警戒員ユラ役やイエスプリキュア555のムカーディア役、水月可憐役、はたらキッズマイハム組の吉川圭介役、ことぶき水木役など多数共演されています。2013年1月に沖合龍太郎さんは同じく声優の前田愛さんと結婚しました。沖合龍太郎さんにとっては2度目となる結婚。沖合龍太郎さんと前田愛さんは事務所の先輩後輩という間柄でした。前田愛さんが先輩の沖合龍太郎さんに演技の相談をしていたところ、次第に親しい仲になっていったそうです。今後の夫婦共演も楽しみです。6組目は山地和弘さん&パクロミさんです。共演作品は進撃の巨人のケニー・アッカーマン役、ハンジゾエ役です。進撃の巨人は同名漫画を原作としたアニメで、原作は世界の累計発行部数が1億部を超える大ヒット作品です。本作では調査兵団の第4分隊長ハンジゾエを演じるパクロミさんと、対人制圧部隊の隊長ケニー・アッカーマンを演じる山地和弘さんが夫婦です。パクさんと山地さんは2020年に結婚を報告。本作は2013年から放送されており、山地さん演じるケニーは2018年放送の第3期から登場しています。また幅広く活動しているお二人はアニメ以外でも多数共演。ゲームグランブルーファンタジーや舞台死と乙女叫びでも共演されており、特に2019年の舞台叫びはパクさんと山地さんの二人芝居でした。結婚報告はツイッターや公式ブログなどで同日に行われ、大物二人のご結婚にスクウェアとエニックスが合併、バンダイとナムコがって感じがしてしまう、強すぎるのでと SNS で驚きの声が上がりました。7組目は寺島拓馬さん&佐藤さとみさんです。共演作品は魔法科高校の劣等生の西条レオンハルト役、
柴田瑞希役や評価の山内役、チタンダエル役、ケイオンの父親役、タイナカ律役など多数あります。なんと結婚に至るまでの交際期間は8年。2017年の結婚から逆算すると実際の交際開始時期は2009年頃ということになります。その頃からすでに作品を通じた共演がありました。どの作品をきっかけに交際が始まったかははっきりとした情報はありませんでした。2021年12月30日に第一子誕生の報告を自身のブログ内にてしています。8組目は大阪亮太さん&沼倉まなみさんです。共演作品は暗殺教室の磯貝優馬役、中村リオ役、ユリシーズ、ジャンヌ・ダルクと錬金の騎士のモンモランシ役、リッシュモン役など多数あります。大阪亮太さんと沼倉まなみさんは2人とも出演作品がかなり多いですが、その中でもアニメ暗殺教室やシンカリオンやユリシーズでの共演が有名です。2015年にはアニメ暗殺教室が放送され、大阪さんが磯貝優馬役、沼倉さんが中村リオ役を演じました。2人は同じ3年 E 組の生徒役であったため、アフレコ現場も重なったことがうかがえます。続いて2018年にはアニメ新幹線変形ロボシンカリオンにて大阪さんが清須隆二、清須熊役、沼倉さんが小川北役を演じています。今作は全76話にも及ぶ超大作であるため、自然と接する機会を多かったことが推察できますね。そして同2018年にはユリシーズ、ジャンヌ・ダルクと錬金の騎士が放送され、大阪さんがモンモランシ役、沼倉さんがリッシュモン役を演じています。今作のインタビューにて沼倉さんがこの現場では大野さん以外の方とおしゃべりしたことがなかった人ばかりだったので仲良くなれてよかったとコメントしているのです。つまりこれまでに共演作はありましたが、ユリシーズがきっかけとなり2人の距離がぐっと縮まったことがうかがえます。2018年から交際を開始し、翌年に入籍したのだとすれば、2人はいわゆるスピード婚だったのかもしれません。それほどまでにお互いのフィーリングが合っていたということなのでしょうね。9組目は畑中タスクさん&千本木さやかさんです。共演作品は鋼鉄城のカバネリの生駒役、無名役です。畑中タスクさんと千本木さやかさんの結婚のことはファンの間でカバネリ婚と呼ばれています。由来はアニメ鋼鉄城のカバネリから来ています。主人公とヒロインを演じた畑中タスクさんと千本木さやかが結婚し、ファンからはアニメのカップルが現実でもくっついたとカバネリ婚と呼び祝福されたようです。10組目は内田雄馬さんと日高里奈さんです。呪術廻戦伏黒めぐみ役やバナナフィッシュアッシュリンクス役で知られる内田さんと、トロピカル10プリキュアのキュアラメールローラ役やソードアートオンラインのシリカ役で知られる日高さんは、年が明けたと同時に結婚を発表しました。内田さんは日高さんについて明るく前向きで仕事に対して誠実に取り組む姿が尊敬できる方です。日高さんは内田さんについて明るく前向きでいろいろなことに挑戦し、何事も楽しむ姿にたくさんの笑顔とパワーをもらっていますとしています。 SNS では内田さんが主人公の九頭竜弥一役、日高さんがヒロインの雛鶴愛役を務めた共演作竜王のお仕事にちなみ竜王コントも話題になりました。11組目は畑上陽平さんと大和田ひとみさんです。機動戦士ガンダム水星の魔女グエルジェターク役やアンサンブルスターズ天城リンネ役で知られる畑上さんと、ウマ娘プリティダービースマートファルコン役や白箱今井みどり役で知られる大和田さんは、1月1日11時に足並みを揃えての結婚報告となりました。畑上さんは日々お仕事やプライベートで幸せを感じられるのは、遠くや近くで支えてくださっている
皆様のおかげです。これからもその大切な皆様への感謝の気持ちを忘れずに、より一層精進してまいります。大和田さんはまだまだ未熟な私ですが、これからもまっすぐ表現と向き合いながら、人間としても役者としても成長していけるよう、日々精進してまいりますと今後に向けた言葉も綴っています。共に青鬼プロダクション所属で、あることから SNS では青鬼コンと盛り上がる様子も見られました。11組目は前野智明さん、小松美香子さんです。人気声優同士の結婚であったため、発表後には多くの反響がありました。特に奥さんの小松さんは可愛らしいルックスから男性ファンも多く、多くの男性が涙を流したのだとか。2023年で前野さんが41歳、小松さんが35歳を迎えられますので、年齢差は6歳ある夫婦になります。そんな前野さんの発表文には、彼女の仕事への取り組み方やキャラクターへの向き合い方、リスペクトを感じていると小松さんに対する思いを語られています。一方で小松さんもキャラクターへの敬意や現場でのユーモラスな振る舞いを尊敬していると綴られており、お互いに声優として、そして一人間として尊敬し合っているようです。二人が初共演した作品は2011年に放送されていたアニメ遊戯王ゼアルのようです。前野さんはオービタルセブン役と北野右京役を演じ、小松さんはヒロインの水木小鳥役を演じました。そして2015年にはアニメ青春×機関銃にて、前野さんが松岡正宗役、小松さんが橘蛍役で共演しています。他にも2016年に放送されたアニメクラシカロイドにて、前野さんがシューベルト役、小松さんが音羽かなえ役で共演しました。これら以外にも数多くの共演作があるため、常に交際に発展するきっかけは十分にあったと考えられます。いつか本人から直接語られる日が楽しみですね。また2022年8月には自身の SNS で新しい命を授かったと報告。気になるお子さんの性別や名前はまだ分かりません。素敵な家族で居続けてほしいですね。12組目は畑野渡さん、橋本舞さんです。畑野渡さんと橋本舞さんの初めての共演は2007年の地球へです。畑野渡さんはサム・ヒューストン役、橋本舞さんは女子生徒役でした。次は2014年、ソウル・イーター・ノットと数々の人気作品で共演しています。詳しい馴れ初めは語られていませんが、数々の共演から意気投合していったのではないでしょうか。多くの祝福の声が上がっていますが、心配の声もあります。束縛王子とも言われている畑野渡さん、恋人は自分以外の目に触れさせず閉じ込めておきたいと語っています。可愛く着飾るのは自分の前だけで、他人にはそのような姿は見せないでほしいそうです。また畑野渡さんは自称ド M としていて、好きな人と結ばれたいけど結ばれてしまって切ない気持ちがなくなるのも残念とも語っています。独特の恋愛観、束縛体質に心配の声も出ていたようです。恋人の可愛い姿を他の人に見てほしくないというのは分かりますよね。他の人がその魅力を知ってしまったらどうしようと感じてしまうのは誰だってあります。しかし束縛もほどほどに。13組目は岡本信彦さん&大亀飛鳥さんです。岡本信彦さんと大亀飛鳥さんの馴れ初めはお二人とも公表されていませんでした。実は岡本信彦さんは身近な知り合いには僕の嫁なんですと大亀飛鳥さんを紹介していたようで、近くの人たちはよく知っている事実だったようです。また2020年1月には新宿のデパートにあるルームウェアの人気ブランド店でデートしているところを目撃されています。芸能人みたいにしっかりとキャップやマスクで顔バレを防いでいたとのこと。岡本信彦さんと大亀飛鳥さんの共演作品は降格のレギオスです。原作は漫画で2009年1月にアニメ化し放送されました。岡本信彦さんが演じていたキャラクターは主人公のレイフォン・アルセイフ、大亀飛鳥さんが演じていたのは主要キャラクターの一人のメイシェント・リンデン。
どちらも主要キャラクターを演じているため、岡本信彦さんと大亀明日香さんが交流する機会も多かったのではないでしょうか。他にも人気漫画バクマンで共演されています。バクマンは2013年にアニメ化された作品です。岡本信彦さんが演じていたのは主要キャラクター1の一人である新妻英二。大亀明日香さんが演じていたのは田中みかんというキャラクターです。バクマンの作中のヒロインオーディションに参加する声優として登場しました。またフォトカノでも共演されています。フォトカノはゲームが原作で2013年にアニメ化されています。大亀明日香さんが演じていたのは主要キャラクターの一人である湯の木里奈。岡本信彦さんが演じていたのはサブキャラクター一の一人である東隆でした。岡本信彦さんの不倫疑惑報道によって明らかになった大亀明日香さんとの結婚、文春記事の内容が事実であれば、岡本信彦さんと大亀明日香さんの結婚はかなりのスピード婚だったのではとも言われています。岡本信彦さんの結婚が明るみに出たのは、ある女性と密会していたことが明らかになり、そこから結婚してる不倫かと話が広がっていったからだそうです。14組目は川原義久さん、佐渡原香織さんです。2011年に放送された TV アニメ日常で共演した安中春菜役の佐渡原香織さんと笹原浩二郎役の川原義久さんが共演後結婚を報告しました。佐渡原さんは自身のブログにて日常婚となりましたというエントリーを綴り、河原さんはツイッターで胸中を明かしています。 TV アニメ日常は漫画家荒井慶一先生の同名コミックを原作に京都アニメーションが制作したギャグアニメです。個性豊かなキャラクターが繰り広げるシュールな笑いで人気を博しました。佐渡原さんが演じる安中さんは赤い大きなリボンとというセリフでおなじみの女の子で、佐渡原さん演じる笹原先輩は一見クールだけど変人で、しかも女子に意外と人気という男の子。安中さんと笹原先輩は作中ではあまり接点のないキャラクター同士。佐渡原さんは自身のブログにてアニメ「日常」という作品で出会った時は将来自分の旦那さんになっているとは思いもしませんでしたと当時を振り返りつつ、私にとっては大先輩ですが、先輩風を吹かすことなくいつも優しく接してくれて、お芝居の話をしたりふざけて笑い合う日々も増え、それがいつの間にかかけがえのない大切な日常となっていましたと思いを綴っています。15組目は辰森レオスさん、福原彩香さんです。辰森レオスさんは大阪府出身のスターダストプロモーション所属の声優で、趣味はスポーツやゲーム、釣りなどで、特技がアメフトや少林寺拳法だそうです。身長が186センチメートルとかなり体格が良い方です。福原彩香さんは鹿児島県出身のリムス所属の声優で、代表作はアイドルマスターシンデレラガールズの渋谷凛役、キャプテン翼の三崎太郎役などだそうです。二人の馴れ初めについては調査しましたが、公式には発表されていませんでした。ですがテレビアニメ「ディエス・イレ」で共演したことが出会ったきっかけだと思われますので、ディエス・イレの放送された年の2017年付近から交際がスタートされたのではないかと言われているようです。どちらかというと福原彩香さんの方が声優としての知名度が高いため、結婚によって夫の辰森レオさんの知名度も上がったようです。ツイッターでも驚きと祝福の声が飛び交っていました。いかがでしたか？今回は共演し結婚した声優15選をお伝えしました。声優同士が夫婦と知った上でキャラ同士の掛け合いや恋愛模様を見直すと、また違った楽しみ方ができますよね。アフレコ当時の2人の関係はどうだったのか想像も膨らみます。今後も別の作品で夫婦ならではの共演が見られるかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた。